こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。天才投手作成。右投げ右打ちの投手、フォームは明神、好きな球団はバーリスから根性丸狙いでヤクルトでいきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。初期値かなりいい。いいですね。136キロ最高値。そして縦スラー。これはありがたくもらっておいて、どうしようかな。球速がここしかないのか。で、ヒーリングが動かない。ここ行きたいけどね。急速ダウンだったらもったいないんで、まずこっち急速アップサンキューで、ここ取って、ここまでかな。選手に会いたいな。赤なくす。そしたら行こうかな。最後選手に会えたら理想です。ダメだな。あー、もったいないね。残念。これでステージ1終了。ステージ2で宝箱なし。おつらいね。やる気上か。なるほど。なるほどね。やる気がそこか。やる気ボナオとかいろいろ考えてももったいないな。こっちを通れば別にね、いいんだけど。こっちでいっか。やる気ボナオも捨てよう。うん、ここのね。やる気こっちを上げて。これで下側行こう。ナイス鳥海からのコント。あとハテナが、あー奥3つもあんだね。そりゃシャッフルだわ。はい、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。はい、コントからのスタースター、やる気をぶち込んでくれ。はい、ナイス回復からの拾う変化球強化。それは強い。五十嵐さん速球中心お疲れ様でした。やる気満タン、笑顔満点。これでステージに終了。絶好調にできたのがめちゃめちゃ大きいね。変化球強化も拾えたんで。あるね。オッケーオッケー。球速に変えたいところですけども、ここは変えずに。残念ながらね。変化球を取ってという形になります。ナイス。いいよ。はい。回復。いいね、いいね。これどうしよっかな。戻ってくるな。戻ってくるで。拾う。スタキョ。はい。いやいやいや、ステージ3で変化球強化と絶好調で。1段階、それは逆にレアよ。スタミナ。ありゃー。マジか。これ急速いこう。違うところでね。うん。やる気ボーナス発動してるね。はい。なーに？嬉しいんだけども、なーに？順調っちゃ順調。ただ変化球。ただ変化球。おー、もったいない。第2ストか。で、バーリスか。うん、赤は1個だけで済むと思えば、なかなかいいが。バーリスはね、直線動きするんで、ここはしっかりと合っておく。もらえないか、根性丸。ね、カレンさんが止まった。サンキュー。一回ラインずらしたいんだよな。オッケー。また止まったか。ラインをずらして、オッケー。これはこっち来るっしょ。なんでだよ。おい、スタミナと球速の青いさん、オッケー。いい位置。もうただ下で待ってるだけなんで、うん、先に下のスタミナ行っても大丈夫だね。3歩目で一番近いところで会える。ここで会えるんで、こう行ってこう。サンキュー。ただね。水木が良かったな。これ先にこっちも行っとこうかな。スタミナを上げとくことで、まあ、ここにもあるから、あれなんだけど、ワンチャンね、スタミナ超人で1とか2が出た時に、食らっちゃう可能性あったんで。ナイス、球速。いいね。はい。赤をなくす。悪くはなかった。悪くはなかったが、しかし。守備。
あー、マジめちゃめちゃ強えじゃん。あ、てか弾道2とかめちゃめちゃいいね。うん、天才でもね、弾道1がほとんどの中でね、弾道2を引いてくる子優秀ですよ。あ、二刀流行こう。二刀流、二刀流したいんだけども多分できないね。うん、打撃系上げることできないんでね。うわー、マジか。待ってよ、大丈夫だな、こっちから行けば行けるな。で、なんで君らね、そんな恥ずかしがり屋さんなんだい。まずこっち行って、急速ダウンね、回復3球、急速プラ1、拾う、フット、あー、もう回復量カードゲッツしたんで、これはもうありがたいですね。それにしても余裕で会えるんだな。どうしよっかな、ここ絶対急速に変えたいから。おっと、まさかの動かないを引いた。ああ、まあ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 、そしたらやべ、これは絶対急速、絶対急速にするんで、この動きで、あとは下側取って、待って、よく見たらこいつがやばいことになってるね。赤青引ければいいけど、引けない場合が結構やばいんで、よいしょ、オッケー。さ、シャッフルして、赤鬼が2つだったかな。これは邪魔なところには行ってないか。あー、でもそのまんまでいいか。シャッフルする必要ないな。赤1個だけだもんね。スタミナマイナス。うわー、スタミナマイナスは痛えな。逃げる。拾う。神竜。カードマニアよ。これでね、あとは輝いてくれたら最高なんだけど、神竜ゲッツしたなら働け働け。マジか、12345678、いや働けって、今のはないだろう。やべえやべえやべえ、ここ2ついけないとなると結構つらい。さあどうだ、特殊能力でジャイロボール、働け、動かんのかい。はい、うわ、なんでヒーリング動かないんだよ。おー、欲しい。573。コナミくんの出来上がり。最後は持ってるカードが働かず。ということで、名前設定行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星573から、コナミくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。特殊能力、最後にゲットしたジャイロボールのみ。それでも、旧コンスタは十分。変化球も決め球がある、縦スラが6。果たして、コナミくん、どんな成績を残してくれるのか、楽しみにして、オートペナント回してみたいと思います。はい、1年間、オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率、1.91。素晴らしい防御率へ。この能力でよく頑張りました。ありがとうございます。198イニングも投げて、18勝最多勝、そして最優秀勝率9割ということで、タイトル総なめ。あとは、25先発なんですけども、なぜか1回だけね、中継ぎで投げていると。そして、7完投の2完封、5完封してる菅野さん、これは立派です。でも沢村賞はコナミくん。あとはクオリティスタート 88%、 ハイクオリティスタート 76% と圧倒的すごすぎる。そして241奪三振、 10.9 の奪三振率、これで投手全冠、投手4冠達成、素晴らしい、ありがとうございます。なんですけれども、今回コナミくん全冠、沢村賞も取ったんですが、残念ながら MVP は菅野さんでした。ヤクルトは残念ながらリーグ4位、優勝したのが巨人だったので、おそらく優勝に貢献したというところから菅野さんが MVP を取ったのかと思います。能力以上に大活躍だったコナミくん、いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。
ということで、バイバッチ。